ゲームはやっぱり据え置きで遊ぶに限るよね。ねえ浅村くん、据え置きゲームって何が楽しいの？しょうがない。今日はソシャゲ派の奈良坂さんに据え置きの面白さを教えてあげるよ。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。据え置きのいいところ1、豪華な映像を大きな画面で楽しめる。目が疲れる。あと首痛い。据え置きのいいところ2、ゲーム性がソシャゲ比で高い。ルール覚えるのめんどくさいよ。据え置きのいいところ3、コントローラーのこの重量感。手が疲れるだけじゃん。あとボタン多くて操作覚えられない。どれも先入観だね。ものは試し、まずはこの対策 RPG でもやってみてよ。あのさ、これゲームいつ始まるの？あと10分ぐらいかな。今オープニングデモの最中。すごいグラフィックでしょう。長い！現代人にそんな時間はないの？始めたらすぐガチャを回させてよ。じゃあこっちの対策 FPS をどうぞ。酔ってきた。画面が回りすぎる。それならこの対策 RTS でどうだ。何この数字が。みんなの？クソゲー確定。ソシャゲユーザーはこらえ性がない。やっぱり据え置きゲーはいろいろ重くて遊ぶ気になれないな。軽いものもちゃんとあるよ。そっちにしようか。でもそういうのって誰も知らないやつでしょ。私は売上上位以外遊ばない主義なの。セルラン至上主義者め。サクッと遊べて売れまくっててみんなが知ってる、そんな超人気据え置きゲームがあるなら遊んであげてもいいけどな。マヤ、話は聞かせてもらったわ。お手軽で何千万本も売れて誰もが知ってる、そんな据え置きゲームがここにあるよ。おお、これ面白い。なんだ、据え置きもやるときやるじゃん。据え置きは据え置きだけど、35年以上前に発売した例えることすらはばかられる超有名作品だよね。それ今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。これからも応援よろしくね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。それにしても据え置きハードってたくさん出てるんだね。どのハードが一番すごいの？その話題は危険だからしないように。